台本をもらってさ、テンションバリたか。お前、人のこと言えねえか。え？お前、水野の。え、水野のアイデアも。いや、まだ打てない。自分、向かう前に。早く。いや。宮下先生の足元しか見えてません。え、今日その足元しか見えてない。マジで？はい、顔は全く見えてない。もうね、肩から下。うん、これなんかね、プロが打ってるって騙せるかもしれない。どのプロが打ってんだろう。でもなんかすごい入射角してるぞみたいな。見たいなぁ、宮下さんの。俺もう試合終わりでもうガッチガチになってるから。やっぱりね、重かった。あれは重いっすね。で、宮下さんのでもスムーグローレいいねって言うの。やっぱりね、結構重かったっすよ。結構遅れてきてた。でも 9.5 の方はそうでもなかったです。こっちの方がちょっと揺れますかね。 OK、 よし、今いい球だ。大丈夫？グリップ大丈夫？え、グリップも変えたんですか？え、グリップも変えたの？変えた。宮下さん、下巻きゼロにしないと軽くなんない。宮下さん仕様のグリップがあるんですか？下巻きなし。え、ただ入れただけ？ただ入れただけ？嘘でしょ？おお！記念すべき一発目、この左からのアゲンストにもうまっつぐ、ポールまっつぐ落ちてきた今。これでね、吹けないのかわかんない。これで吹かす方がわかんない。これで右外れねえのが、俺右しか行かなかったんですよ。でも左来ないでしょ。まあ風もありますけど。多分ミエスさんがグリグリがなくなりますよ。うん、ストレートで。うん、ストレートになると思う。ね、ちょうどいいドローだよ。すげえ、綺麗だ。完璧。完璧出ちゃった。完璧出た。やっぱ宮下さんに完璧だと俺ちょっとダメだよ。やっぱりちょっと違ったんだ。宮下さん、すごいっすよ。ついにヘッドとシャフト合わせて2万円のクラブからヘッドとシャフト合わせたら、えらい、すごい金額のドライバーになりましたよ、それ。チンコショップじゃなくなりました。やばいっすよ、それ。これもう高いドライバーだよ、これ。もう結構効かしましたよね、今。まだブンとはいかないですね。まだ落ちた。楽しいですね、これ。あ、いつでしたっけ。あ、4日か。すげえ楽しいじゃないですか、4日に。それめちゃくちゃ楽しいよ。
いや、いいっすね。すげえいい球。やばい。しかも、練習場に2本しか持ってかないからね。前のドライバーと。いや、いいっすよ。え、コブ？うん、新エースだ、新エース。うれ。マイクドロップしてるよ。いやー、7年ぶりのエースドライバーですね。バッチリ、ハイドロップバッチリっすね。ハイドロップが美味しいよ。やばいやつっす。すごいよ。これは何？ハイドロップが一番いい。行きますよ。マキロイ出てきました。うん。ほら。開いてる。そうです、開いてる。あとですか。うん。癖だ。左のつま先がすげえとこ見えてる。おい。いや、さっきから全然ですよ。ばっこり真ん中だもん。アゲンストって結構行ってるじゃん。すごいっすよ。行ってるよな。行ってます。ジャンボさんヘッドちょっとちょっとずるいっすよ。やっぱり返却あります。やんなっちゃうな。これやっぱ人によるんだよね。いや人によると思う。今もだ。あ、山の向こう行った。結構落ちてこない。うん。遅れてた。ちょっと遅れてた。でも美味しいやつですよ。乗っかって。もう向こう行っちゃった。おいおいおい。さっき2、3発いい球出た。強烈真ん中のボールずっとでした。アドレス開く癖ついてる。普通でいい。普通で。まあ、開いたら返すからダメ。逆に。隠したら開くんだ。やっぱり開いた方がいいよ。フォロー出しちゃっても周り切っちゃった。おお、やば、マンカブしてる。すげえの来た。よくそこそれで。すごいな。十時台に言ってるよ。オープンから開いてからドロー、あの。すげえ十時台ですよ。閉じてねえの。来た。いや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 、美味しいやつですよ。気持ちよくないで。これもアゲントだよな。本当ですよ、皆さん、このドライバー10本買えますよ。いや、10本どこじゃない。10本どこじゃないな。だってこの無双5000円でしたっけ、シャフト。1万円、1万円。あ、1万円ですか。ほら、お前自分もかい自分のにて。てかもう打ちたくなくなっちゃった。そんな感じ、うん、じゃあそれならお前最高やね、うん。え、本当にこれ両面テープ入ってないですか。入ってない。両面テープ入ってないんだ。マジで。その何グラムかこれどうやって入れるんですか。ちょっとズボンで。あの、ガソリンだけ入れて。ガソリン。ああ、もういい。分かった分かった。うん。多分軽い。全然全然いや、でも珍しいよ、都はいろいろあれさせたけど、やっぱり自分の方がいいってな。うん、結局は今まではまるのないですよね。うん、一番あのクラブやる人からしたら難しい人ですよね。これでいいだろうっていうのが合わなかったり。どれが合うんですか。分かんないんだよ。どのロフトでどのシャットが。イメージだけでもいや、いいよ。46インチのクリップだったりから、うお、いいっすよ。今日
結構飛ばないですよ。飛ばないよね。これだよ。シングローレ。トモさん、シングローレゲット。嘘でしょ。なぜゲットしたんだ。なぜゲットなのよ。どうして、どうして。え、どうしてゲットしたの。フライングゲット。え、嘘でしょ。誰から。嘘。やばいね。見てもらおうか。しかも。シャフト無双じゃないじゃん。いいのそのセッティングで。え、最強セッティングでなくていいの。飛ばなくなっちゃったでしょそれじゃ。いや、こっちも飛ぶ。嘘。まずいじゃん。で、ブラッキーのそのアイアンどうなの？水の。いや、すんげえ調整が、まあ、調整すごいんです。マジで。でもウェッジのシャフト交換はしない。調整に調整を加えて。うん、この間のさ、やつさ、俺が入ってきたのあれ本当は何？そのさ。あれだったんだよね、はい、あのそのアイアンのさ、はい、あれだったんでしょ、インプレッション、インプレッションだったのに俺がぶち壊したのあれ。間違いないでしょ。今日はでも締めいやいや、ちょうどいいあのくらいないと思う。ここでもう何も黙って打っちゃう。あ、そういうことね、うん、インプレッションじゃないんだよあれじゃ。おるね。今何？おかしいよ。今のはシャフトだよ。シャフトドッカン押してるよ。おるれ。で、自分のスイングどんどん取って。本当にね、ヌッソさんのこのシングルを僕打つと吹いちゃう。さすが、今あれだ。今流行りの、まあ、ねね、今それでいいんだからね。それいいね。その話してたんですよ。ああ、元々宮下さんのマンウイチャのうちだから、今日本全国ウイチャ同好会になっちゃってる。そのウイチャ同好会の会長はそれ正解だったんだよ。ウイチャ同好会会長、会長、会長ね、名誉会長でしょあなた。もうね、終身名誉会長。終身だからね、分かる。生涯もう永久欠番まで持ってる。ああ、いいね。もうそれも一番の時代だよ。やるだけくださいよ。ああ、ドラゴンの選手みんなそうなってっかんだね。下手したらあのなんだっけ、あいつほら、デシャンボーもそんな打ち方だわね。デシャンボー。こうやって組むんですけどね。そうだけど、めっちゃ浮いてるの知ってる？デシャンボーの打ち方するにはあんたぐらいなきゃダメよから。絶対、俺関係ないでしょ。俺バックスイング入んねんだから。デシャンボーこんなでかくないって。一つ言えることは。ちょっと触れないんだ、俺。デシャンボー川岸さんぐらいだよ。な。感じ。何？フェード？いや、小暮に打ったの。小暮に打ってあげようか。フェード、フェード系。俺。フェード系。
ほら、うまいこと聞かすね。本当にピョンってくるね。おお。ちょっとパッコンドロー打ってる。あのブラッキートスに置いていくパッコンドローを打ってる。暫定球ぐらいのイメージ。なるほど、イメージがもう一発帯打っちゃった。それはパッコン来すぎでしょ。200ヤード200キャリーのパッコンはいらないよ。うわ、今のタイミングバッチリだ。おお、いいんじゃない。しかし、どういうこと。もうすっごい手の形が、うん、むちゃくちゃ。ほら、めちゃくちゃいいじゃん。こんな感じなんですか。うん、いいじゃん、いいじゃん。これ今200ヤードキャリー。最低。何その球。鼻毛みたいな球だ今。捕まりやすいの、はい、マジで。ちょっと一発出して。ほいちゃん、うん、よいしょ。あもう最悪だよ、このボディビルダー。最悪だ。マジで天ぷらまだついてないの。ついた、ついた、ついたよ。これジャンボさんヘッドなの。たまには上からのプレッシャーも与えておかなきゃ。縦方向ばっかりじゃなくて。だろ、ふざけんじゃないよ。そしたら飛ぶようになるよ。あいだ、だから打てねえや。すごくねえよ。もうみじんもなくなった。あんだけ柔らかくてうまかったのに。いや、まいったな。お、すっごいじゃん。いや、老けてないじゃん。なあ、いいじゃん。何これ。さっきね、一発はね、鼻毛みたいな球出て、あの鉄塔から煙突からフックしていった。あれ全然吹けない。それ体重乗っけていけばいいんだよな。ちょっと俺も体重乗っけて打たせて、ちょっと、はい、いやいや、いい、もういい。勘弁してよ。勘弁して。これこんな良かったっけな。おかしいな。グリップちょっと変えるだけで変わるだろ、うん。おる、もう球がすごい、すげえ軽そうだ。いや、これね、右出したらね、多分捕まってこないと思う。逆、うん、おる、あ、捕まってるか。これってさ、ビッグボールだもん。いや、僕は飛んでないと思うんですよ。だよね、はい、飛んでないだろ。だからこれは、僕はこれだから飛ばない。宮下さんは俺の球打つから思わない。もっとだったら重いもん、球がボコって。ほら、球軽いじゃん。吹けてる。ああなっちゃう。なるほど。でも宮下さんも打つとこだ。うん、これ来たよ、来たよ、ほらほらほら、一
ぱい持ってきて。これちょっと吹けてるね。吹いてる吹いてる。とシーラップ早くないか。シーラップ高くないか。早くないかシーラップが。見せてよ。ビデオ撮ってんのこれ。あれマジで。俺の天ぷらは。入って入ってますよ。入ってる。嘘でしょ。でもこれ入ってないよ、画像にこんね、下だけでしょ。下だけだよ、なんだよ。いや、小一郎が下だけの方が、うん、あの誰が打ったか分かんないからいいんじゃないかって。そうなの、うん、ダメでしょそれ。一瞬待って、ズル向けにしてみてください。そうあ、いいね。それで、今ので蹴りが足んないんだ。だから引いたんだ。もっと蹴っていい。お宅の同級生、めちゃくちゃやってるじゃん。いいんじゃない、飛びようになってる。やってみてる。木に乗ってこないと。そう、乗ってきて、そこからバカーンだよ。そうだよ。どうよ、それ。もっとで、もっと。こっちに、こうかけてよ。こっちに来るんだ。そういうことでしょ。なんかすごいね。ちょっとブラッキー、はい、ダンスの先生みたいな。見て。あ、ちょっと違うな。もっと蹴んなきゃ。遅れちゃってる。でも実は10年前、宮下さんかかと上がってたんですよ。上がった。ビョーンビョーンって。やっぱ上がんなきゃダメなの。なあ。